はい、どうも、ピクシーアスです。今回はですね、まぁ、ちょっとミニカー開封してみたではなくてですね、まぁ、私にですね、プレゼントが届いたんで、ね、そちらの方を紹介させていただきます。瀬戸陸さんとね、大輔さんから届きました。いつもありがとうございます。まず、瀬戸陸さんから届いたものから紹介しましょう。こちらですね、荒野のことぶき飛行隊の、立ち日のことぶき航空祭のブルーレイディスクですね。こちらはですね、今年の2月1日にですね、立川で行われたことぶき飛行隊のイベントですね。そちらの様子を、収録したものになってますね。欲しいなーなんて言ってたらね、買ってくれました。もうありがたいですね、本当にもう。ろくでもない視聴者と違ってね、本当に素晴らしい。ではね、ちょっとね、見ていきたいと思います。マスキング、こちらはね、なんか特装版だか Amazon 限定だかなんだか知らないけど、なんかちょっといいやつ特装版なんかよくわかんない。まあなんかこの、なんていうのこういう。大空のテイクオブガールズ。春風飛行隊のあのエンディングに使われたイラストですよね。そちらがこう限定版だ、限定版？そちらに入ってきますね。まあ、ブルーレイディスクの方はね、後ほどね、見ていきたいと思います。そして続いてですけどもね、大輔さんからね、なんか、Uパックで届きました。そしてこんな文章が書かれてましたね。大塩ペロペロ。またかよ。で、まあ、中身はこんな感じです。まず最初。ちょっとでかくてね、入んないんですけどもね。カワウソになれるぞと書かれたね。一番くじ。私プールではしゃぎたいの、あなたもカワウソタオルというね、僕カワウソのですね、グッズですね。これいつの一番くじだ？最近あったやつかな？そして、シティの11巻。ですね。こちらが入ってますね。で、一番気になるのはね、これなんですよね。ちょっと。でかすぎてもうね、あれなんですけどもね、こう、最後に開けろって書いてあるんですよね。中ちゃんって一番上に書いてある。もうなんだこれというね、感じなんですけどもね。まあ、最後に開けろということなんで、まあ、最後に開けたいと思います。で、あと入ってるのはですね、こちら。これは前回の一番くじのやつだと思うんですけどね。カンモスチョコットフィギュアでしたっけ。あらあら、村雨姉さんですね。持ってたっけ。これは今回のやつかな。謎の魅力プリントグラスということで、グラスですね。なんか4種類ぐらい入ってるのかな。全部で、4種類で、いずれか1種が入ってるということですね。まあ、なんか飲み物を飲むときに使おうかな。これは。あ、これは、随雲ね。随ぐるみって書いてある。あー、こういうのなんだ。いいですね、これ。ちょっと飲むときに使おうかな。お茶とかね、ジュースとか飲むのに良さそうですよね。で、もう一個。これはなんだ？あ、キリンカイニ。あ、このグッズあるんだ。キリンカイニの。ね。僕、カワウソもそうですけどもね、声優さんが書いた謎シリーズですよね、これ。一種類ずつあんのかな？ああ、あれですね。浮き輪のやつですね。そして最後ですね。これがじゃあ、僕、カワウソ的なやつかな？ああ、そうみたいですね。僕、カワウソですね。そしてこの最後に開けろっていうやつがね、何なんでしょうね。新聞にくるまれてね、謎ですけど、ね、なんかね、A 賞って書いてある。嘘やろ？嘘でしょ？マジで？ A 賞って書いてある。A 賞ってあれだよな。やった！これ嬉しい。しぐれちゃんの胸像ってやつですよ。5分の1の胸像っていう、すげえやつだ、これ。ちょっとやば。まさかこんなものが入ってると思わなかった。まさかこれ入ってるとは思わなかったよ。なんかね、無駄にでかいのがあるなと思ったんですけどもね。いや、すげえ。びっくりしてる。ちょっとせっかくだから開けますか。これが2万だっけ？結構高かったっすよね、オークションで。めちゃくちゃ高かったよね、これ。すげえ、A 賞。しかもこれどうせ、あれでしょ？各一番くじで1個ぐらいしかないやつでしょ？ 1 個か2個ぐらいしかない。結局ね、僕ね、一番くじね、テルの1個も見つからなかったんですよね、これ。すごい、ほんとね、だからね、嬉しいですね、これ。
すげえ。スケールがね、確か5分の1とかなんですけどもね、意外とでかいですね。ちなみにね、これがね、先日、中古ショップで買ったね、しぐれちゃんのクリアポスターですね。300円だったかな。地元に、結局1万くじがなかったんで、その時ちょうど富山行ってたんでなかったんですよね。まあ、それで、まあ、しょうがないから中古でクリアポスターだけ買ったんですけども。すごい。後ろとかどうなってんのこれ。あ、こんな感じなんだ。やば。すごすぎてね、語彙力がね、もう。いや、なんか、まあ、いつものことなんですけども、この、だいたい中ちゃんだよって送られてくるときは、なんか中ちゃんじゃないものが送られてくるんですよね。えぐい。A 賞ってなんだっけかなって思ったよ。すごい。あ、おぉ。おぉ。すごいですね、これ。こんな感じかな。ちょっと影、光の当たり方がね、ちょっとあれですとね、ちょっと怖いんですけども、綺麗ですよね。すげえこれ、よくできてる。アホ毛もちゃんとできてる。そんなわけでね、送ってくださったね、大輔さん、それから、ことぶき航空祭のね、ブルーレイディスクを送ってくれたね、瀬戸陸さん。本当にありがとうございます。もう、先生、大感謝です、もうね。もしね、この視聴者の中にね、俺も送りたいっていう人がいればですね、Amazon の欲しいものリスト、それからライブ放送の時のスーパーチャットを送ってくださるとね、朝比奈先生ね、大変喜びます。まぁ、ちょっと物が送れないよって方はね、高評価とかね、動画の拡散に協力いただけるとね、朝比奈先生喜びますので、協力いただける方、自称ファンの皆様、よろしくお願いします。そんなわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回も見てください。それでは